きよたか。約束しただろ、お前に何かあれば必ず助けると。つまり俺がお前たちの探し求めてた人間だ。さっきまでの恐怖が消えたな。サク、そんなものはない。ああ、俺はただ軽井沢を迎えに来ただけだ。おいおい、もう少し遊んでけよ。鷹をくくってんじゃねえのか。待って、やめて。こっちにもいろいろある。どう思ってんのかよ。悪いな、負けるのは想像つかない。もういいさ、龍炎。怒りか、怒りか、苛立ちか。感情が覗くはずもない。ああ、それだ龍炎。あれ、私昨日。おはよう、ケルちゃん。